はい、ということで今回は頭を怪我してしまった時に巻く包帯の巻き方をやっていきます。じゃあ包帯のスペシャリストどうぞ。横田先生です。頭頂部を痛めてしまったっていうことで、そうそうそう、まあよくほら転んでさぶつけたとかで血が出ちゃったみたいなあるじゃん、キャンプに行ってとか。はい、ボリューミーがあるので、きつくやった方がいいと思います。いや、ゆいちゃんに負けてほしいなってちょっと思ってたんで。いやいや、言いたくないんだけど。言いたくないんだけど、ヘッドギアみたいな。面白いなっていう。面白いなっていう、単に。そうそうそう。交通事故で行かれてる。うん。しっかり巻き。ラグビーのあの、ヘッドギア。いや、本当にあるんだよ、こういう巻き方が。教科書に載ってる。なんかあれみたいじゃない、海外の歯の矯正みたいな。歯関係ないやん、これも。え、でも使うんじゃない、そういう時これ。でもあるよね。そんなもん聞きます、うん、いけ。はい、あ、顎が立たないんですけど、はい、どうぞ。髪の毛ところどころ出てますよね、絶対。いやいや、しょうがない、しょうがない。そうそう、それはね、もういや、本当にこういう巻き方だから。あ、顎が開かない。顎開かない？はい。顎開かないのは大丈夫なのかな、これ。大丈夫。大丈夫。これ使われますか、動画で。使われる。うん。公開紹介ですね。そう、だから罰ゲームなんだ。すごっ。いいでしょ、でも。